いいね。すでにめちゃくちゃやる気満々。どうもジョージやる気の野口です。なんか挨拶とかブンブンブンパクリしてないか。一番有名なやつパクらないでください。すごい2人なんですよ。こちらね、ジョージアを代表する TikToker の2人ですね。見ての通りね、まあ非常にお若い方々なんですけども、ピント合ってんのかな、後ろに。バイタリティがもうすごい、ずっとふざけてるし、僕がね、この忘れてしまったものを全て持ってる。あ、なんかまともちしかもテレビに出るらしいね。9月から新番組、ジョージアの月9。ジョージアの月9。ドラマ月9。ドラマじゃないんだよね。ドラマで、ね、M ステ、M ステ。なんか M ステみたいなの出るんだ。厚切りジェイソン枠で。外国人タレント。僕も何度かジョージアのメディアには出たことあるけど、多分ね、その規模じゃないやつに出るんだね。シリーズもんだもんね、だってね。シリーズもんで、多分3ヶ月、9月から始まって、12月フィナーレみたいな。ずっとふにゃふにゃしてる。あ、ダンサー感を出そうとしてる。まあでもね、やっぱジョージアで売れるなら、ジョージアンダンスやらなきゃダメでしょ。ということで、実はガチでやりたいと。本人たちからの要望がございましたので、叩き込んで差し上げますよ。それではやっていこう。トゥース、トゥース。既存のネタをパクリ続ける。君のネタじゃないからですね。あれはダンス経験とかは？ブレイクダンスよね。おお、ブレイキンか。ブレイキンやってたらでも体頑丈そうだね。今日まあ何の踊りやろうかいろいろ考えてたんですけど、例えばまあさっきジャンプはすごかったんで、ここは問題ないなと思って。高っ。ジャンプ目線で見たら僕より全然高い。何個かこの考えて、ショート動画と彼らの TikTok にもおそらく載ると思うので、やっぱり山の踊りでしょと。バトゥミーが好きだからバトゥミーの踊りかも。ちょっといろいろ試してみよう。ジョージアンダンスってそもそもいろんな踊りがあるんですけれども、ジョージアに根ざすならね、これはできなければならんというタスクを用意させていただきました。全然なくても生きていけますけどね。早速やっていこう。レッツゴー。トゥース、トゥース。2回パクる。試しにさ、全然関係ない動きなんだけど、ガスマって言って、右足ポイントって前につま先伸ばすの。それで、左足からスライド、スライド、左足、右足もスライド、スライド、右足、ワン、ツー、スリー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリーってやるかもね。ファイブ、シックス、セブンっていう動きがあって、これを早くこれを、ここを動かさないで。おお、すげえ。もう動画で見るやつ。あ、やっぱ難しいよね、これね。いや、これ繊細な動き代表なんです。まあ、いけそうだね。ジャンプからね、やっていく。その場でまずちょっと飛んでみよう。普通にジャンプ。そしたら、アチチュードって言って、膝曲げて、それを横に開く。で、反対の足は、こっち。こう、はい。で、できたら、つま先をね、伸ばしたいんです。曲げて、開く。曲げて、こっちに開く。せーの。1、2、3。消し込めない。7、手がつく。めっちゃ胸張って、こんな感じ。反対の手を真横に伸ばす。こっちにジャンプした時が、こっちで、こっちにジャンプしたときはこっち。一回やってみせると、こっちとこっち、こっち、こっち。はい、手は2個だけ。1個がさっきやったこの手と、手のひらを後ろにしてパンと。2個目がパンチと肘曲げる。はいはいはい。1個2個。1、2、3、4、5、6、7、8、はいはい。大事なのが、このぬるっといかない。一瞬でもう見せない軌道を。足が1、2、3、踏もうと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これができれば大丈夫。2、2、3、4。はいはいはい、そう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 。もしかしてなんか、全部右始まりですか？お、そう、全部ジョージアンダンスで大体右足から1年ぐらい踊って気づいたやつ。ダンサー、ただもののTikTokブレイキングダウン。ブレイキングダウン。伊達にバズってない。振り覚えが早いまともっちと、振り覚え早すぎる。なかなか難しいひろきくん。あれどうやってんの？ミリオンっていうやつだもんね。TikTok でバズってるやつにジョージア要素足してやるっていう、それでバズらせ、ジョージアでバズらせるっていう達人なんですよ、この人。
難しそうにしております。機械学習中。機械学習。機械学習。回転ってやったことある？前を見ながら回るときに首を使う。ずっと自分の顔だけ見てる。何が言ってるかっていうと、この回るときにこんなここまでやらないけど、前に回ってポーズを決めたい。左の人がこっちで、右の人がこっち。ひろきくんはこっちのポーズで、バトンは違う。うわ、これしないならかっこいいな。うわ、かっこいい。で、俺は膝で。うわ、かっけぇ。どの動きが一番むずいっすか？最後っす。首の付け方とかわかんないもんね。まあ、ダンス系の TikToker じゃないからね。そこはやっぱり。ちょっと最初忘れちゃった。大丈夫っすか？大丈夫っす。ちょっと大丈夫ですか？足が疲れちゃう。足が疲れちゃった。弱いね。まあ、いかに TikToker といえど体力があるかどうかは別だもんね。体力の限界。これはでもデイ2にするか。今日は難しそうじゃん。じゃあなんとなし復習してみますか。せーの、ワン、ツー。難しいね。もうできないっす。僕じゃできないっす。悔しいです。もうやめるわ。ここで俺が切れるっていう、なんかさっき話してた演出があるんですけど。やらない。僕はやりません。ちょっと難しかったかな。いやでも繋がってきたんで。ジョージアワインと同じで1日つければ美味しくなるんで。1日でジョージアワイン舐めるの？8000年の歴史。言ってもこの劇団四季出身の俳優がやってることなので、まあちょっと1日では難しいかなと。しっかり練習してデイ2やっていきましょうか。パート2でお会いしましょう。トゥース奥歯前歯。さて、見えるのはジョージアクロニクル。おー、ナレーション入ってる。1943年に風が吹いた。そこにはなんとジョージアンクロニクルが。嘘つけ。適当こくない。どうも、水溜りボンド。ちょっと待って、もう一回。どうも、赤たまり粘土のモモです。ひろきです。はい、パート2ですね。クロニクルスジョージアっていう結構有名な観光地で、今からちょっとバシッと仕上げていくので、トゥース Check it out。 デイ1と若干差が入ってる。トゥースは被せる。赤たまり粘土で、あ、水たまりボンドでしょ。そうそう、水たまりボンド。いやー、デイ2ですけど暑いよね。38もあんのか、これで。大変だ。とりあえず一周回ってみようか。この日のためにちゃんと衣装も用意してね。ガチで練習したもんね。深夜練しました。昨日1時まで練習した。深夜の公園に現地人にあいつら何者だと思われながら。あ、なんかイエーイ、ちゃんとしてるじゃん。こっちだよ、こっちだよ。この四角の真ん中で全然 OK で、里のここのセンターで用意した。1回じゃん。ああ、完璧です、完璧です。カメリハ終了です。じゃあまずね、一発目撮ってみようか。何回も撮ってショートとかちょっと TikTok 用にいろいろやっていく形になると思うんで、まあ、ワンテイクじゃうまくいかないな。いろいろやってみよう。とりあえず、撮ってなかった。撮ってなかった。あるある、でもその気持ちすごいわかる。あるよね、あるある。 YouTube よいしょ。 I have、 yeah、 ジョージア、どこにある。はい、地味にギャラリーが多い。外で踊ってたらこうなりますけど。あれ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。拍手入った。練習の賜物がすごいですね。努力は嘘をつかない。努力は実りがち。実りがち。海外が長いとこうなっちゃうんですね。おい、決まったぜ、また。いいんじゃない。ファイナルテイクいくかな。最後になるかな。観光客がめっちゃ増えてきた。やばい。
ぴったりっす。ぴったり。嬉しそうな。三つ子、団子三兄弟。シンプルね、やっぱチョハが似合ってるよね。こんないいチョハをもうゲットできましたよ。ポケモンゲットで。ドイツは滑るっていう文化はあんまりなかった。まあまたこのロケーションも相まってさ、チャンネル登録よろしくお願いします。早いな。まだ、まあこうやっていろんなテイク撮ったんですけど、多分このショート動画か彼らの TikTok、 まあ僕も TikTok に上げる予定、リールとか多分縦動画になっちゃうんで、この動画じゃなくて別のところに流れるかと思うんですけど、ぜひそっちもチェックしてみてください。大体全部概要欄に載っておりますので、インスタグラムもフォロー出さなきゃいけないんです、編集後に。ここに出さなきゃいけない。さあ、というわけでございましてね、いや頑張った、それなりに。まあその自分的にね、この簡単な踊りをチョイスしたつもりだったんですけど、まあ1日じゃちょっと難しかって Day 2に渡ってしまいました。まあでも結果的にいい場所で踊ることができたんで、なかなか良かったと。僕自身は結構この場所何回も来てるんですけど、意外に行けたでしょ、うまかった。まあ初めてでもね、ここまで踊れるようになるのが私の売りでございますので、東京で活動することになったりとかね、このまた一時帰国のワークショップとかでもぜひジョージアンダンス体験に来ていただけたら大変嬉しいです。もうすぐ一時帰国ワークショップやるからね。動画の中でも何回もお伝えしたんですけど、ひろきくんとまともくんの TikTok も概要欄に、全部インスタグラムも載っておりますので、ぜひ概要欄チェックしてみてください。今回盛りだくさんになっております。じゃあ終わりましょうか。それではまた次回、バーイ。最後までパクってんじゃねえかよ。このチャンネルはジョージアンダンスの日本公演を目指し日々全力運営しております。ぜひ高評価チャンネル登録して応援してね。ショップもあるので概要欄もチェックしてみてください。それではまた次の動画で、バイバーイ。